皆さんこんにちは。やってまいりました。スピチューブです。今回はね、避難所の牡蠣祭りにやってきました。もうね、12時ぐらいに着いたんですけど、着いたというか、この辺に来たんですけど、もう車がいっぱいでね、駐車場に止めることができなくて、かなりね、遠くの小学校に止めさせてもらって、歩いて来ました。ここに。初めて来たんです。あー、試食してみてください。ね、こっちがピリ辛で、こっちが普通の。いかがでしょうか。いただきます。最初こっち行けばよかった。ピリ辛感が今伝わらない感じですか。でこっち食べたらちょっと分かる。あ、そうですね。違いが分かってもらえると思うので。あ、確かに、ほんのりこっちの方がピリ辛かも。はい。なんか酒のどちらとも酒のあたりですね。そうです。酒のあたりが最高です。お子さんでも多分、はい、普段はどこで売られてるんですか。あそこの塩地って建物なんですか。 あそこで販売してます。あの裏半額、あ、なるほどね、半額、通常の半額だ。ここでも普通に食べて、で、殻はこっちに捨てると。殻がすげえ、むちゃむちゃな、この参拝感が。岡山のご当地これもうどんとか、この備前市の備前焼きをね、牡蠣だけじゃなくて岡山の売りに出してるものをあとやってる感じですね。焼きたてですよ。お肉はもう全部ある。コロッケもあります。本当ね、ちょっと午前中はすごかった。ああ、そうなんですか、やっぱね。アルバイトで。アルバイトで。ありがとうございます。車エビ。あ、倉敷なん、そうなんです。全部揃えて お近くですね。そうなんですよ。でも、ね、人がいっぱいいて、うん、ちょっとね、うん、来るまでが大変ですよね。あ、そうですか。すいません、もう完売なんです。すいません。ね、よかったです。ラストで僕らがいただけたんで、まあ、今まで30円。え、30円、はい、あ、じゃあ30円、はい、はい、30円、はい、ちょっとね、いただきましょうか。ああ、もうこれ30円いきますよ。うん、あ、おいしい。もう最後なりの出汁が効いて、この汁といい、ほどよ、甘みが。あ、これ何ですか。これ、あ、さっきのあれ牛肉の要は残り物的な。いや、なんか残りだったからなんかやった。僕らのとこで、はい、終わりみたいな。あ、ラストのギリギリこれいけたって。そうね。そうそうそう。どこから来られたんですか。僕は今日、神戸の方から。神戸から来たんですか。はい。これ、あ、そうですね。
はい、どうもありがとうございました、はい、あ、すいません、ありがとうございます、はい、お漬物も作ってみてやってください。はい、はい、ありがとう、はい、あ、おいしい、はい、おいしい、はい、ありがとうございます。じゃあ、おいしい、ありがとう、どうぞどうぞ。たくあんを買うと思いきや、たくあんを買うと思いきや、ありがとうございます。ひなせ行くことないよね。ないね、めったに久しぶりだもん、うん、あ、やべ、とりあえず、はいはいはい、はい、あ、うん、おいしい、熱い、あ、おいしい。味噌のなんか風味が今日聞いておいしい、先ほどの。めっちゃ美味しいよこれ。やっぱね、あのめっちゃ早く行った方がいいですね。朝から行ったら、まあ昼ぐらいに着く。あ、ぶぶビニール袋ちょっと風強いんで、朝ぐらいに行ったらまあ昼ぐらいに着くんで、昼ぐらいに行ったら終わり頃に着くみたいな。毎年ねこんな感じでやってたので、また来年に。はい、ありがとうございました。動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。